国際シンボルマーク非常口マークピクトグラムあるいはピクトグラフとは一般に絵文字、絵単語などと呼ばれ何らかの情報や注意を示すために表示される四角記号の一つである。一般的に地図に明度差のある二色を用いて表したい概念を単純な図として表現する技法が用いられる。様々なマークが数多く存在する。 主に鉄道駅や空港などの公共空間で使用され文字による文章で表現する代わりに視覚的な図で表現することで言語に制約されずに内容の伝達を直感的に行う目的で使用されてきた。日本においては1964年東京オリンピック開催時に外国語によるコミュニケーションを取ることができがたい当時の日本人と外国人の間を取り持つために 勝美ミマサルによって、公案、開発されたのが始まりで、1980年代以降、広く使われるようになった。2002年には、一般案内用図記号検討委員会の検討を経て代表的な案内用、マーク125項目が、実統一規格とされ、移行数度の改正により、記号の追加、見直しが行われている。基本的には国によって異なるが、 国際的にある、程度意味が統一されたものとしては、などがある。外形があるものでは、円、正方形、正三角形などが多いが、2016年、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックのものは、ルーローの三角形を少し変形させたような形で、競技ごとに、その配置の方向が異なっている。統計学でのピクトグラムは、他のグラフと違い、絵で表すグラフである。 例えば、あるクラスで犬と猫を飼っている人を調査する。結果として、犬を飼っている人が5人、猫を飼っている人が7人いた。ピクトグラムでは、犬の数を例えば骨で表し、猫をその顔で表す。もちろん、一つの骨もしくは顔がいくつを表しているのかを明記しなければならない。この絵を描くのが難しいところで、また単純な絵で表すので、 誰が見ても非常にわかりやすい。ありがとうございます。